ガリシア州内の一カルダスデレースは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでカルダスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は1万8人。住民故障は男女同系のカウデンシー。カスティーリア語表記はコルドスデレース。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は94.61%。カルダスデレースは、 ポンテベドラ県の北部に位置し、コマルカでカルダスに属する。北がバルガと、東がクンティスト、モラーニャ、南がポルタスとビラノーバでアロうサ、西がビラガルシーアでアロうサ、西から北がカトイラの各自治体と隣接している。県とポンテベドラからは2 1トルの距離にある。また、カルダスデレースは人口が密集しており、 伝統的にコマルカの中心の一つであったが、近年は、その影響が、ポンティセスウレス、クンティスや、カンポラメイロにまで広がっている。カルダスデレースは、カルダスデレース司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は旧の教区の73の地区に居住する。ローマ人はこの地に温泉を発見し、定住した。また、ローマ時代のローマ街道地図には、 ブラカラ・アウグスタとアストリカ・アウグスタを結ぶローマ、街道19号線の箇所にこの地の地名が記されている。カルダスには、司教座が569年にイリアに移転するまで置かれていた。カルダスは、カスティーリア女王、ウラカとガリシア博、ライムンド・でボルゴーニャの息子で、ガリシア王で後に、レオンとカスティーリアの王位もいただく、アルフォンソ・七世によって王たちのを意味する。 デレースが付け加えられ、カルダスデレースと命名された。自治体内には、カストロやパソと呼ばれる、ガリシア伝統のお屋敷がいくつも残されている。自治体の中心市街地にあるベルマーニャの橋は、創建がローマ時代に遡り、16世紀に修復されたもので、ある。自治体市長は、ガリシア社会党のフアンマルエルレデ、ー、自治体評議員は、ガリシア社会党、8、 ガリシア国民党7、イシティアー1、ガリシア民族主義ブロック1となっている。カルダスデレースは9の教区に分けられる。ありがとうございます。